朝日ダムは、岐阜県高山市、一級河川、木曽川、水系飛騨川に建設されたダムである。中部電力が管理を行う発電専用ダムで、飛騨川流域一貫開発計画の第一弾として、手掛けられた、飛騨川筋では、初となる、大規模ダム式発電所として建設された。高さ87.0メートルの重力式、コンクリートダムで、飛騨川における、 ハイダムの走りでもある。同時進行で建設された秋上ダムと貯水を融通し有効利用することによって、飛騨川下流の水力発電所に対して、滑水機にも発電能力を維持、増強させる役割を持つ。ダムによって形成された人造庫は、朝日貯水池と呼ばれ、通称などはない。飛騨川は、流域の大部分を中山七里や、秘密橋に代表されるような、 謙遜な峡谷を形成し、かつ、飛騨山脈や基礎山脈の豪雪地帯を抱えていることで流量も豊富であった。こうした河川は水力発電を行うには極めて有利で、大正時代には布告強兵の原動力としての水力、発電計画の有力地点として注目されていた。西村ダム1919 19年、関西方面の電力会社が大合同して、 日本電力が発足。日田川上流部の電源開発事業に着手したが、その3年後1922年、松永安左門を中心として、東方電力が東海地方の電力会社を急合して発足。寄阜電力を吸収して日田川中流部、下流部の電力開発に乗り出した。その後両者は、協議を重ねながら、それぞれの計画に影響を及ぼさない。 範囲内で、水力発電開発を進め、瀬戸、名倉七層上浅尾などの水力発電所を建設し、上浅尾ダム、大船渡ダム、下原ダム、西村ダムなどの発電専用ダムが完成していった。ところが、昭和に入り、満州受変勃発を契機に、電力の国家管理が叫ばれ、同時に、物ノノおさおが唱えた。 火水統制計画が内務省の河川開発計画の根幹に据えられ、治水、利水を一貫して開発するには国家が河川開発を掌握した方が戦時体制遂行の上で特策であると軍部や内務、停心官僚によって強権的に推進された。その結果1939年に電力管理法、日本発送電株式会社法が第73。 帝国議会で可決、成立し、同年監督官庁としての電気庁と、トラストとしての日本発送電株式会社が誕生。日高は筋における全ての発電施設はその季節、未接を問わず一つの例外もなく接収された。日本発送電は、昭和14年度電力長期計画に沿って、水力発電の新規開発出力を185万 kW と定め、 これを達成するために大規模なダム式発電所を全国各地に建設する計画を立てた。木曽川水系では三浦ダムや丸山ダム、金山ダムがこれに基づき計画されたが、日高は筋でも大野郡朝日村地府地点に大規模なダム式発電所を建設する計画を立てた。これが旭ダムの原型であり、1942年より調査が開始された。 ところがこの年より太平洋戦争の戦局が悪化の一途をたどり、1944年8月には決戦非常措置要領が発令されて、すべての資材、資源が戦争遂行に動員されることになったため、朝日ダムの計画は一旦中断を余儀なくされた。太平洋戦争の敗戦後、国史による故障や空襲による破壊によって、電力施設は通常の6割程度にまで、 発電能力が減衰し、逆に制限されていた一般家庭への電力供給が再開されたことによる需要の急増で需給のバランスが崩壊。深刻な電力不足を招いた。当時電力行政を管轄していた商工省電力局は電源開発を早急に実施してこの問題を解決すべく水力発電計画を強力に推進した。 日本初送電はこれに基づき1946年1月より朝日ダムの調査を再開し1949年6月には連合国軍最高司令官総司令部の承認を得て9月の GHQ による建設命令によって本格的な建設事業に着手したところが日本初送電は 戦時体制に協力した独占資本であるとして1948年2月、過度経済力集中排除法の第二次指定企業に指定された。政府や日本発送電は従来の体制を維持すべく引き延ばしを図った。だが GHQ は強硬に日本発送電の再編成を主張、当時政府の諮問機関、電気事業再編成委員会の委員長が提出した。 旧地域分割案を是とする方針を示し政府にこの履行を迫った。この旧地域分割案を提案した委員長とは、日田川の電源開発事業に深く関与した旧東方電力社長の松永安左衛門であった。この間朝日ダム無建設は停滞を余儀なくされ、さらに GHQ は旧地域分割案が具現化されるまで、 日本初送電への一切の事業許可を行わないと通告した。これは政府の課題である早期の電源開発推進が打開する危険性をはらんでおり、これに屈した政府は1951年1月に電力事業再編成令を交付。日本初送電は全国旧電力会社に分割、民営化された。基礎川水系では基礎川筋を 大道電力の流れを組む関西電力が継承したが、日高川筋については、東方電力の流れを組む中部電力と、日本電力の流れも組んでいる関西電力の両者が推理券の所有をめぐり対立。結果政府の裁定により、旧日本電力が保有していた日高川の発電施設は、すべて中部電力が保有することとなり、これにより、日高川流域は一貫して、 中部電力が水利圏を所有することになった。これ以降、日田川の電力開発をさらに促進するために、中部電力は、日田川流域一貫開発計画を作成。日田川の本、支流に多数のダム式発電所を建設して、放造水力を最大限開発することを基本方針とした。そしてその第一弾として、 朝日ダムは秋上ダムと一体の計画として、中部電力によって建設が進められたのである。朝日ダム建設が開始された当時は、現在の水源地域対策特別措置法や電源、散歩といった保障対策のための法整備が全くされておらず、保障対策は事業者の努力によらなければならなかった。朝日ダムと秋上ダムは一体で一事業を成しており、日田川流域と秋、 上川流域の保障交渉が妥結しなければ建設工事には着手できなかった。だが1951年の計画変更で朝日ダムの高さを当初の72.0メートルから現在の87.0メートルにかさ上げすることになったため新たに大野郡高根村33個が水没対象になり住民は上がってダム計画に反対の姿勢を取った。 また土地ブローカーが地下釣り上げにうごめくなど予断を許さない状況であった。1948年8月から始めた保証交渉はダム本体がほぼ完成していた1953年の秋まで5年間にわたって続けられたが中部電力は固定資産税などの評価額によって一個ごとに保証基準額を定め、これをもって 水没対象者と個別の保証交渉を実施した。同時に農業関連保証として高根村特産のわらびこ原産保証を農家に対して行った。この結果1953年には保証交渉が全世帯で妥結したが、柱となったのは当家交換方式に基づいた土地、家屋付きの大体地移転保証であった。 また水没はしないもののダム完成によって著しく、生活が阻害される残存生活者保障についても、家屋一地区と土地買収を行った。水没住民はこれにより、高山市、大野郡清見村、吉木郡国府村、郡上郡高須村、江名郡昼川村などに移転していった。不祖伝来の地を離れるという33個の住民の犠牲を礎に、 日田川流域一貫開発計画は始まったのである。秋上ダム。朝日ダムとの間で貯水を融通して日田川下流の発電所出力を増強させる。朝日ダムはこのようにして建設に着手することができたが、同時期に進められた内閣経済安定本部の基礎側水系流域計画によって目的の変更を求められる事態になった。当時全国の河川は、 戦争に伴う河川整備の遅れと乱発による森林破壊によって毎年水害の被害を受けており、食料不足、電力不足と並んで治水対策の不備が日本経済復興の阻害要因として懸念されていた。このため、経済安定本部は1949年に河川海底改修計画に基づき基礎川水系の治水計画、 基礎川水系流域計画を策定して、ダムによる洪水調節を行って、地水安全度を高める方針を定めた。さらに1950年には、国土総合開発法が施行され、基礎川水系は地水と農地管外、水力発電を総合的に開発する河川総合開発事業を主中とした基礎特定地域総合開発計画が策定された。 この計画によって多目的ダムを建設する計画が木曽川、長良川、伊比川そして飛騨川で策定され多目的ダム建設が最優先事項とされた。そのため関西電力が日本発送電より継承して建設を進めていた丸山ダムが建設省中部地方建設局の多目的ダムとして計画変更を命じられた。 そして中部電力が進めていた朝日ダムも、建設省中部地方建設局による多目的ダムとして計画変更する案が浮上したのである。この案では、ダムの高さを92.0メートルとして、早貯水容量を当初計画よりも約900万トン増加させて、約3440万トンとし、発電能力を19000キロワットに落とした上で、 残りの貯水を洪水調節と農美平野への灌溉用水供給に充てる計画であった。この計画では秋上ダムが含まれていないため、日田川流域一貫開発計画の骨子が狂う危険性もあった。だがその後の計画改定で、朝日ダムの多目的ダム化は立ち消えとなり、当初の計画通り水力発電専用として計画されることとなった。 そして1953年12月朝日ダムは秋上ダムと共に完成し、朝日発電所は運用を開始した。構想から10年、計画発表から7年が経過していた。また、ダム工事は冬には平均気温が0か10度に及ぶ極寒の地で、コンクリートの養生対策をはじめ難工事が続き、27人が労働災害によって殉職した。 この巡植者数は、日だ川流域一貫開発計画における事業では、最も多い犠牲者数であった。なお、ダム工事の際に、物資運搬用に建設された延長 16km にも、及ぶ、大規模作動は、その後北陸電力のアルミネダム、東京電力の長は渡るダムでも使用されている。旭ダムは下流にある旭発電所によって、常時6 7 0 0ット。 最大2万5 0 0ットを発電する。このターキカミダム貯水池と貯水を相互融通することで夏と冬の滑水期に下流の季節水力発電処分に安定した水量を供給し、それら発電処分の年間発生送電力量を1億1942万キロワット年増加させる役割を持つ。朝日ダムは発電専用であるため考えや上水道用水の供給は 当然行わないが、滑水多発地域である東海地方の水需要に貢献する場合もある。1967年5月から6月にかけて、唐津湯による異常滑水が東海地方を襲ったが、中部電力は河川管理者である建設省の要請を受けて、関西電力と協力して、旭日ダムをはじめとするすべての発電専用ダムから緊急放流を開始し、寛外。 上水道用水を補給した。発電専用ダムの場合、こうした行為は、発電能力の減水に直結するが下流樹液地への貢献として、例外的に実施した。このような例は近年では2005年吉野川における、発水で、四国の水亀である、サメウラダムが枯渇した際に、四国電力が実施している。朝日ダム取水設備朝日ダム建設、管理において、 漁業問題は避けて通れない問題であった。建設の際には、飛騨川の漁業権を持つマスダ川漁業共同組合が、頑強に反対した。結局1288万円の漁業保証費とマス、養殖施設費を保証することで妥結を見た。ところが1965年7月、豪雨によって飛騨川が増水した際に、朝日ダムから放流された水が、 日田川に長期間漁水をもたらし、漁業に大きな影響を与えた。当時高根第一ダムが日田川最上流部に建設されていたが、この建設工事と朝日ダムが諸悪の原因としてマスダ川漁協は強く反発。濁水の早期の解決を求め、これが解決されない限りは、日田川流域における新規の水力発電事業に一切協力しないという、 強硬な姿勢を取った。折から1967年に発生した日田川バス転落事故においても、脱水による捜索活動の難航が問題になっていたが、増田川漁協は、この原因も旭日ダムの脱水放流が原因であるとしてマスコミなど世論に訴え、大きな社会問題に発展した。管理する中部電力は、対策として旭日貯水池に新たに、 表面取水設備を持つ取水塔を建設した。これは比較的澄んでいる貯水池表面の水を選択的に取水し放流することで下流への濁水を最小限に抑える目的を持つ設備で現在は多くのダム湖に設置されている。この対策により漁協は交渉のテーブルにつくことにはなったが保証金をめぐる対立は解消されず建設中であった。 高根第一ダムのコンクリート骨材生産停止を法的手段、そして実力行使で阻止すると表明し物騒な雰囲気になった。こうした漁協の実力行使表明に対し自体を有料した岐阜県は自体を収集するため、中部電力とマスダ川漁協間の圧戦を行い、最終的に400万円の朝日ダム濁水損失保証金を、 高根第一ダムの漁業保証金に上乗せすることで3連にわたる朝日ダム濁水問題は解決を見た。朝日ダムへは名古屋市、岐阜市から東海北陸自動車道、日読みインターチェンジ下車後国道158号経由で高山市内に入り国道41号を下路温泉方面へ進み市内区区区の地域中心部から国道361号に 入りの麦峠方面へ直進。道の駅、日田朝日村を過ぎてから国道より日田川沿いに道に入り、久ぐのダムを過ぎててラフへ入ると右手にダムが見えてくる。さらに直進すると、朝日ダム管理所に至る。途中には、ダム直下の朝日発電所へと続く道が分岐しているが、一般の立ち入りは制限されており、冒頭の写真のように巨大なダムを目前にするためには、 事前許可が必要である。かつては、朝日ダム沿いの道路が、国道361号であったが、落石や転落の危険性が高いアイロであることから現在は、秋上ダム沿いに秋上バイパスが建設され、高根、木曽町、野麦峠、松本市方面へ抜けることができる。だが、バイパスの朝日貯水池をまたぐ橋から、朝日ダムへ行くことはできない。朝日ダム周辺には、 秋上ダムの他高根第一ダム、高根第二ダム、久ぐのダムがあり、この一帯は大ダム密集地帯でもある。ありがとうございます。